皆さんこんにちは。モデルと女優をしている臼井玲奈です。今日は私のとっておきのデートメイクをご紹介したいと思います。イエーイ。テーマはですね、ピクニックの日差しに合う透明感ピンクメイクです。相手は海外の男の子みたいな、ちょっとおしゃれな男の子と春の日差しでデートするみたいなメイクを紹介していきたいと思います。では早速ベースメイクからしていきたいと思います。私がいつも普段使っているアンブリオリスの保湿クリームからこれをちょっとだけ出して、これ結構伸びるので少量で大丈夫です。ですごい保湿されるので、これを伸ばして全体的に塗っていきます。結構押さえる感じで乾燥するところをよく多めに、でちょっとマッサージしながら私はいつも塗っています。好きな人の前でもちょっとむくみは嫌なのでしっかりマッサージして、こんな感じで、でその次にもう早速下地からこの MAC のストロボクリームのシルバーです。私はシルバーをちょっとと、あとザフェイスショップ韓国コスメですね、これの紫ラベンダーを、こっちが日焼け止め効果が入ってないので混ぜます。こんぐらい本当に結構雑で大丈夫です。こんな感じで混ぜて、これもあんまり丁寧に塗らずに馴染ませる程度が超ナチュラルに仕上がっていいかなと思います。ツヤツヤになってきた。もう紫は肌を明るく見せる効果があるので普段下地に使うことが多いです。こんな感じで、でもねいつも余っちゃうんですよ。結構白くしたいときは多めにつけて、でナチュラルにしたいときは本当にちょっとで大丈夫だと思います。結構目の下明るくした方が顔が明るくなるので、ここは多めになじませるように塗って、フェイスはこれで完成です。そしたらこのエプサのコンシーラーで、これ3つなってるんですけど、明るい色は目の下をちょっと、筆もあるんですけど嫌な時は結構手でやっちゃいます。だいたい T ゾーンとか顎とか、あとちょっとだけこうポツってなってるところは暗めの一番上ですぐ隠れます。で小鼻の周り結構ちょっと赤みがあるので、この辺を塗ってベースメイク完成。続いてハイライトです。これはミルク、海外のブランドで日本では買えないんですけど、お土産で買ってきてもらいました。これはすごくて、紫なんですけど結構光によって色がオーロラっぽい感じなので、すごい太陽光にぴったりなんですよ。ハイライトが結構重要、もうツヤ肌とか立体感も出るので、私はまずここのおでことこの鼻の、鼻は全体的じゃなくて中心だけと、あとこの鼻先、これちなみに私はツイッターで拾った情報なんですけど、こうするとなんか全体的にやるよりも立体感が出るというか、こことこの鼻先とで、ここの唇の上と顎で、もここでもうスーッて綺麗に色が入ってて、あとは眉毛の上と、あと眉毛の下、なんかハイライトで眉毛を囲むとすごい顔の印象がはっきりするってツイッターの情報です。で大事なのが高いところに結構ガッツリで、これなんか紫だから使いにくいかなとか思うんですけど、結構割と馴染んでくれて、でトーンアップ効果もあるので自然なハイライトになります。意外と分かりますかね、光ってます。こんな感じで終了です。じゃあ続いて眉毛をやっていきたいと思います。眉毛は結構これもう2、3本目です。
エクセルの、私は結構明るい色を使っています。はい、こう形を大体作ってから埋めていきます。で、これパウダーもついてるので、このパウダーで内側を埋める感じ。あとでブラシでぼかすので、最初は濃いめに作っちゃいます。これ1本でできちゃうから何回も買っちゃうんですよね、このブラシで。で、これだけでもいいんですけど、透明感ピンクメイクということで、私の最近の必殺技アイテムがありまして、眉毛にピンクを使います。これオレンジも持ってるんですけど、このオレンジメイクの時はオレンジを使っていて、今日はピンクなんで本当にピンクです。わかりますか？メイベリンなんですけど、眉毛にこれ眉毛マスカラなんですけど、こう薄く、ピンクって思うかもしれないんですけど、意外と眉毛にカラーをのせると透明感も出て柔らかい印象になるので、結構おすすめです。あれ、もしかしてピンクぐらいの感じです。わかりますかね。これで眉毛は完成です。アイメイクに入っていきたいと思います。これも私がもう前何回も使ってるアイテムで、キャンメイクのアイベース、アイシャドウベースです。なんか私今まで使ってなかったんですけど、結構この二重幅にアイシャドウがたまりやすくて、どうやったら解決するんだろうと思ったら、結構アイシャドウベースがいいって聞いて、これはもうアイホール全体に本当にちょっとだけで、こんなもんで大丈夫です。これで、そしたらアイシャドウはホリカホリカのピーチってやつかな。これも何個か種類があって、これがもう本当に紙パレットで、この12色入ってるんですけど、このもう捨て色がないんですよ。まあ単純に私の好きな色しかないっていうあれなんですけど、オレンジ系もピンク系も全部これで揃うので、今季一番いいアイテムです。ピンクということで、この上の段が結構ピンクなんですけど、こちらを混ぜながら使っていきたいと思います。その一番最初はこっちのピンクを、コナーズの筆なんですけど、大きめなのでアイホール全体にこう広げちゃいます。どちらかというと目の影を作る感じで、薄めのピンクを伸ばしていきます。結構マット感があっておすすめです。これはこんな感じでちょっと柔らかいピンクが。で、若干濃いめの方も、濃いめの方もこの細い方で際ら辺を塗ります。これでだいぶピンク感が。で、このチップの方で一番最初に使った薄めのピンクを今こんぐらい取って、目のこの一番際、まつげとまつげの間を埋めるぐらい。そうするとなぜかちょっと色素が薄くなる気がして、最近は結構この際を攻めてます。私は同じ、まずピンクがかった目になります。ここからここについて、これもラメも入ってて最高なんですよね。こちらピンクっぽいラメの方を上の方ですね、高い位置の方が日が当たるから結構綺麗に。で、あとは細い筆で目頭の際、ここでチョンチョンってのせるのがポイント。ちょっとここの目頭のところもオーバーにさせちゃいます。結構私はこの感じが好きですこれでアイシャドウは完成です。全体的にピンクを塗って、目頭から目尻までキワキワを攻めます。ラメはこのまぶたの結構上の方と、この目頭のこのチョンチョンってとこだけのせると目が綺麗に見えると私は思います。続いては、マスカラをやります。これは資生堂のビューラーです。まつげはめちゃめちゃ上げます。
メイクさんに教えてもらったんですけど、ギューってやるんじゃなくて結構小刻みに上げていくと結構上がるの分かりますかね。で、私は下まつげも下げます。挟んで、ここ分かりますかね、こうやって下げます。同じ要領で、そうすると綺麗にこう下にまつげ向くので。どうですか、下がったの分かりますかね。マスカラはエチュードハウス、これあまり知られてないかも。私は韓国で買って、今は日本で持ってます。これはあの上下で分かれてて、下まつげ用と上まつげ用で、すごい綺麗にセパレートになるしボリュームも上がるので、これは結構おすすめ。茶色くする理由は、まあ、色素が薄くなる、ちょっと透明感が出るので、アイラインもブラウンで、マスカラも結構ブラウン系を使うことが多いです。こう全体的にザクザク左右に上に上げていく感じです。綺麗に上がってる。こっちが上げてなくて、こっちがもう塗ってある方です。で、こっちも塗れたかな、こんな感じです。で、ちょっとダマが気になったところは、このよくドラッグストアとかに売ってるブラシ、この項目すごい優秀で、こうやって使うと綺麗にセパレートになってダマも取れるので使うといいアイテムです。で、下まつげブラウンなのでそこまでなんだろう、濃いメイクにならないので、下も結構さっがっつり下げていきます。これすごい細かいので塗りやすいんですよ。なんだろう、溶かすように。で、この先っぽでこうちょっとやるとよりつきます。結構バサッとなったかなと思います。で、続いてはアイライナーです。アイライナーは BCL のアイプルーフ、これもブラウン、さっき言ったブラウンを使います。私はアイラインはそんなに重要じゃなくて、上のまつげとまつげの隙間を埋めるくらい、ここぐらい、ほんとキワキワのインラインしか引かないです。引いても引かなくてもわからないんじゃないかぐらい。だけど黒目の上をちょっと埋めると目が大きく見える効果があるので、ちょっと埋めて、あとは本当に目尻だけ跳ね上げすぎず、まっすぐこうまつげの延長線ぐらいで。で、これちょっと目の幅が大きく見えるんじゃないかなと思います。アイメイクは完成です。じゃあ続いてはチークを入れていきたいと思います。今回チークもですね、同じような透明感ピンクに合わせたちょっとくすみピンクを軽く取って、よし、ここでちょっとなじませて。で、私はいつも中心に塗るんですよね。この辺、この辺に塗ります。高めにすると大人っぽくなるんですけど、この辺だとちょっと女の子っぽさもあるし、私の顔のバランス的にはここが結構落ち着いてます。さーってちょんちょんちょんって、ちょっと肌なじませます。ちょっとほてりじゃないけど女の子っぽいチークになりました。じゃーん。最後はリップ。リップは私の顔の中で一番必要なところです。それを一番最後にいつも塗ってます。シューエンブラのマットリップですね。このパウダー感の質感が好きすぎてもう3本持ってます。赤とあともうちょっと濃いめのピンクと、あとちょっとベージュ、今日使うベージュっぽいピンク、最初全体的に塗って、でポンポンってなじまって、手でちょっとだけこうなじませてぼかします。そうするとちょっと色っぽくもなりつつ、唇も大きくなって顔のパーツがはっきりするので、こうやって押さえて、もうちょっと足りないところはまた内側をちょっと濃いめに
ピクニックなので、ちょっと外はあまりツヤのリップじゃなくて、ちょっとパウダーっぽいリップで男の子となんかキスしたくなるような唇になったらいいなっていう理想です。完成しました。透明感ピンクメイクです。どうですかね、透明感出てますか。ポイントは最初のベースのツヤ肌にちょっとラメを混ぜてるところと、あと紫を使ってるの、パープルを使ってるので、結構ハイライトとかで透明感が出てたり、あとこういう目の際をピンクにしたりとか、つまゆげのピンクとか、そういう細かいところで透明感をご利用ししているメイクです。はい、透明感ピンクメイクいかがでしたでしょうか。また皆さんお会いできる日を楽しみにしています。臼井玲奈でした。バイバイ。東京ワウ。晴れたね。